立憲民主党有田芳氏が大失言とデマで批判さすと、先日、立憲民主党の有田芳氏さんがツイッターにて、拉致問題の特定失踪会の副会長を務めている藤田隆さんに対し、藤田さんのお兄さんについて質問収書を出したと、恩をあだで返すなと暴言を吐いてしまいました。 この有田さんの主張、事実であっても非常に恩着せがましい主張であり、国会議員は国民の意見を国会に政府に届ける義務がございますので、質問主意書を出したぐらいで、このように恩を着せるのは、威張り散らすのはおかしいんじゃないでしょうか。また、この有田さんの発言について、藤田さんは、 そのような事実すらないと完全に否定しております。この藤田さん、拉致問題を悪用する存在に激怒し、ツイッターで発言をしたところ、有田さんがこのような暴言を吐いたようでございますが、有田さんはそういった拉致問題を悪用する存在の筆頭のような方でございますので、 相田さんがこのように発表されてるんじゃないかと見られておりますけども、相田さん、国会議員であれば国民のために仕事をするのは当たり前の義務でございますので、このような暴言について速やかに撤回し、関係者の皆様に謝罪をして、これ以上ですね、 このような国民を挑発するような言動を繰り返さないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。